Hey guys, what's up everybody? This is Epic Battle Simulator. はい、皆さんこんにちは。こんばんは、マサです。Epic Battle Simulator、今回は4 Honor で有名なね、3勢力による戦いをお送りしたいと思います。こちら、はい、バイキングですね。バイキング1000人です。990人のバイキングと、中にね、10名だけ、特殊なね、能力を持ったバイキングを入れております。そしてこちら、もちろんね、皆さんおなじみナイトでございますね。ナイトこちらも1000人です。同じく10人強いね、体力が多いねキャラクターを入れた、勢力を入れております。そしてこちら、日本と行きたかったんですけど、ちょっとね日本兵がいなかったんで、代わりにスパルダン兵を採用いたしました。でこちらも同じく1000人ですね、では1000人合わせて3000人 3000 のね戦いをお送りしたいと思います。ではスタートです。さあ始まりました。どういう戦いになるかね、楽しみですね。さあ散らばっております。さあちょうど真ん中じゃなくて散らばる形で戦うようになりましたね。さあスパルタン兵とバイキングがこちらで争っております。ちょっとスパルタンの方がなんかこうなんか遠距離から攻撃できそうな感じですね。さあナイトはスパルタン兵と真っ向から当たっておりますね。そしてこちらはバイキングとナイト当たっております。さあどうなるのか、3勢力ちょっとこっちはねスパルタンが人数が多いですね。バイキング押されてるんじゃないかなとそこですね。そしてこちら赤と青、ね、ナイト対スパルタン、これは本当に攻め合ってる感じですね。均衡しております。どちらが勝ってもおかしくない。はい、殺し合ってますね。やっぱ月の方が強いんでしょうか、遠距離からの。ナイトは前衛しか攻撃できないですけど、スパルタンは後ろの兵も突き刺してますね。さあ変わってバイキングとナイトの戦い。おっとナイト押されてますね。これは数で圧倒されてる感じがしますね。やばいですね、もうやられそうです。こちらは大丈夫かナイト。おっとスパルタンがスパルタンの方に行こうと思ったけど、やっぱナイトの方に戻ってきた。ナイトがやばいですね、押されている。2、300人のバイキングによって押されております。ナイト最後の処理やられた。やばいですね、これはナイトが挟み撃ちの形になりますね。さあ集まってきた。おっとスパルタン兵勝ったようですね。強いですねスパルタン兵。先ほどのところではバイキングが大量にやられたようです。さあスパルタンが襲いかかるバイキングへ。いやすごい戦いですね、三つどもえ戦いですけども、いいもの見れますね。これ面白いですね。ナイト頑張ってほしい個人的にはね青色好きなんでナイト頑張ってほしいですけども、いやスパルタンね突き刺し攻撃で強いですね。ぐさぐさ出してますもんね、えげつない。いやグロテスクですね。強いですねスパルタン。こう槍というねちょっと距離遠距離でリーチが長い分ね得なのかもしれませんね。いやナイトがやばい、ナイトあと3人、ナイト全滅。さあスパルタンとバイキング一騎打ちだ。見た限りスパルタンの方がちょっと優勢な気がしますね、戦略的なんでしょうか。さあバイキングが左右からスパルタンに挟まれる形になった。これやばいですね、サボってる人もいますね、ここら辺でね何しようかなみたいなね、今日の晩ご飯何しようかなみたいな考えてる人が、こういう人がいるから負けちゃうんでしょうね。さあ日が沈んでまいります。さあ沈む、やばい、これはスパルタンの方が優勢だ明らかに。バイキング押されている、まずい、これはまずい。いやスパルタン強い、なんだこのスパルタン兵は。おお勝ったスパルタン、
いやー、優勝はスパルタンです。おめでとうございます。すごいですね、数的には、ね、1000人で、ね、3000人バトルなんですけども、明らかにスパルタン兵残ってますね。やっぱ盾持ちプラス槍というね、ちょっとそこら辺が戦闘に対しての優位性を持ってるんでしょうかね。今回はね、 3勢力3000人での戦いをお送りいたしました。また次回もね、何か考えてお送りしたいと思います。それでは失礼いたします。お疲れ様でした。お疲れまさです。バイバーイ。いやー、うるさいな。すごいですね。